一生変えることはできません。以上、よろしくお願いします。ガミです。今日は未成年のうちに知っとこうぜっていうお酒の知識を紹介します。お題はこちら。飲みに行くようになれば必ずみんなが耳にするお酒の噂。お酒は飲み続けると強くなれる。俺はそれで強くなったんや。というサークルの先輩や。この方法をやればあなたも必ずお酒に強くなれる。ここから10万円を支払ってあなたも強くなろう。というような怪しい情報詳細。まあこんな感じのやつが世の中調量ばっこしています。僕たちの肝臓は本当に中山筋肉のようにパワーというように鍛えられるのか、それとも脳みそまで体育会系に毒されたアルハラゾンビの暴言なのか、ここで正しくお酒の勉強をしていきましょう。まずはじめにお酒の強さ、これは生まれた時にすでにみんな決まっています。そしてこれは一生変わることはありません。以上、さすがにこれはあんまりなんで、もうちょっと詳しく解説。お酒の強さは決まってる、これはどういうことでしょうか。筋トレみたいに強くならへんのと思いますよね。はい、無理です。人間に限らず生き物みんなには遺伝子という体の設計図のようなものがあります。これは例えば体全身、腕足2本に指5本といった形を決めたり、髪の毛が天パか直毛か、お目目は一重か二重かなどの細かいところまで全てこの中で決まっているんです。実はお酒の強さについても、生まれた時にここの遺伝子という設計図によって決まってしまっているものなんですね。ほな飲みまくって己の限界を突破して遺伝子を変化させたらええんやって考える方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれは突然背中から翼がわっさーって生えてくるレベルの変異なんですよね。お前ポケモンかバイオハザードかっていうレベルの話になってしまうんです。まあ一応近年の研究では遺伝子にもオンとオフのスイッチがあることは分かっているんですが、それでももともと弱い体質、もともと弱いけりゃ関係はないという話なんですね。じゃあなんですか、強くなった言うてる人は脳みそまでアルコールエンジェルしたんですかと思いますよね。実はこれも間違いではないんです。ただ鍛えられたんではなくて命削ってドーピング状態になってます。僕らの体にはもともとアルコールを分解するやつがいます。これの働きが遺伝子で限界決まっているんですよね。で一方でお酒をバン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 飲み続けていると、このもともと働くやつと別で MEOS というやつがワインも手伝うやでどんどん増えるようになります。こいつがアルコールの分解を助けてくれるんですよね。ほなええやんって感じなんですけど、こいつが働くと元々のやつと違ってゴリゴリに活性酸素っていう毒物を出すんですよ。これは全身の細胞をバン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 錆びつかせて、がん、免疫の低下、老化の原因になります。要するにお酒を飲み続けると強くなる、この噂の事実は肝臓中山筋肉にしてるわけではなくて、ジャンプ漫画の海洋拳や八門遁甲または鬼滅の刃のあざのように寿命を削ってパワーアップを一時的にしてるだけ。しかも漫画と違って老けてブスになるおまけ付きといった話なんですね。そこまで頑張って君は何と戦ってるんやと言いたくなります。まあ、これは個人の自由ですが、僕は全くお勧めしません。はい、今回のまとめは2ポイント。1つ目、お酒の強さ、これは生まれた時にほとんど完璧に決まっています。2つ目、一応肝臓を鍛えるとかそういうのはできないんですけど、まあ、自分の未来、健康、寿命、美貌などなどを犠牲にすることによって一時的に強くなったような感じにはなれる。まあ、これらのことが今回の肝です。このチャンネルでは様々なお酒の知識をレベル分けにして紹介しています。また、様々なカクテル、いろんな種類を知りたいよという方は、概要欄より別チャンネルがあります。そちらの方にてもこんな感じでショートで紹介している動画が大量にありますので、再生リストで分類しているものをぜひ参考にしてみてください。では今回の授業は以上です。ご清聴ありがとうございました。ではさよなら。